旧車、ドキメキの宝の車がいっぱいなんですよ。かっこいい。赤のトヨタ2000GT、赤のウッド続き、赤のカーペット、レッドカーペット。いやいやどうもー、ウッド続きのドキュマニア。ここはあの憧れの舞台やってきました。ノスタルジックツーデイズのツーデイズ目。いや嬉しいね。ワンデイズ、ワンデイズっていうか1日目も昨日あったんですけどね。その時は岩井川のジョニオさんと井川君がこういろいろ所狭しと、ね、お仕事されたそうです。今日は旭川区の3人目宇土鈴木が来ましたよ。もうね、16年目で15回目のですね、もう開催だそうです。いつか来たかったんですよ。あ、初めてです。そうなんです。なんて言ったってあの岩井川のお二人がね、あのすごいパイプを持ってるんですよね。初丸ヒーローっていう雑誌 の連載も持ってましてね。そうなんですよ。どうもすみません、ジョニオさん、井川君ありがとうございます。やっと来れました。もうね、ここはすごいです。パシフィコ横浜、もうノスタルジックか、そう、旧車、ときめきの宝の車がいっぱいなんですよ。小さい頃見た旧車がいっぱい。パシフィコ、パシフィコ行ってみましょう。それ今日朝から決めやるの決めて。そうそうそう、行ってみましょう。いやー楽しみ。もうここから興奮するもんね。117クーペー、すごい。出会える、帰る、楽しめる、日本最大級のクラシックモーターショー。ブーン。小さい頃見た旧車がいっぱい。パシフィコ、パシフィコ、お邪魔します。すごいですね。公式ガイドブック、お嬢様一部。あ、すごい。これを見たらノスタルジックツーデイズのもう全てが分かるというね。すごいですね。さあ、初めて、失礼します。じゃあインしました。まずじゃあこちらの正面から左を、うわすごいだ。うわー、この角から見ると大変。いや、視野を広く見て大変だね。そう、車目線で今見て、いいですね。宝の車がいっぱい。なんかこう、いや、ピッカピカ。いや、いつもね、まあ、大体車こう大事に乗られてる方はピッカピカにしてくれますけど、このノスタルジック 2Days はましてピカピカの車がいっぱい。いろんなショップの皆さんの車もあるそうで、今日いろいろご説明ね、聞けたらと思いますけど。ありがたいですね。これ、うわー、この117クーペも丸4等の、かっこいい。うわ、だからもうね、この、まあ、チェーンがかけてありましてね。だから大体これやっぱ遺跡とか、宝物殿のやっぱりそういったもうあのこうお宝見るときって大体こういう感じで外からこうちょっと離れて見るわけですけど、かっこいいね。やっぱりフロントビューもいいけどサイドビューですね。やっぱりリアシートのゆとりを感じさせる、やっぱりこのね、このあのこツードアですけども、このリアのこのガラス窓がやっぱ大きいな。やっぱストレートの枕、見本出しがいいですね。かっこいい。このやっぱりトランクの膨らみね、いわゆるお尻のこの部分、ここのやっぱりこうグッと盛り上がって、これやっぱりね、あの今お尻を鍛えるね、あの動画とかありますよね。やっぱそうじゃないとこのお尻にはならないっていうね。すごい。はあ、やっぱりね、これ多分ノスタルジックツーデイズの本当にこう看板車っていうことなんでしょうかね。ここに配置されてるのは、だからこのなるほど。なんかこう少しこうチェーンのところから見るところの高みを、見るっていう感じがしますね。どっから見てるか分かりませんもんね。本当に全部気になっちゃって。
うわぁ、これあ、これ一人乗りかな。いや、忘れたわけじゃないんだけど、あ、こういう風になってるよっていう、これすごい。トヨタの2000って書いてます。 2000cc のエンジンに、え、シャーシーはもともとこういう感じなのかな。あ、これトヨタ 2000GT のエンジンとシャーシーですか、もしかして。ね、これあトヨタ 2000GTX 型フレームですって。あ、 X になってるね、 X になってるのね。字がっていうかシャーシーがね、 X 型フレームです。空気抵抗をなくすために X 型フレーム内にミッションプロペラシャフトを収納した。あ、この中に入ってますよ、確かに。うん、はぁ、すげえ、こんな見たことないもんね。だから全部だからボディ全部外した状態でこう見せてくれてるってことです。すごいな、かっこいいな、むき出しのエンジン、ピカピカ。これボディはどこにあるんだろうな。ねえ、だから忘れてきましたって、いやそのまま空気入れるの忘れてきたみたいになってる。すごい。だから実際にこれにボディをかぶせるとこういうことになるわけですね。トヨタ 2000GT、 そうです。だからこの中身がこうですね。すごいね、これ。赤のトヨタ 2000GT 初めて見たかな。うん、かっこいい。そう、ね、赤のトヨタ 2000GT、 赤のウッド鈴木、赤のカーペット、レッドカーペット。レッドカーペットって聞くとなんかちょっと緊張するよね。すごい、これオーバーフェンダー、これ大好きなオーバーフェンダーが前後について、これ純正のオーバーフェンダー。エンジンは L 型、はい、L 型6気筒で、このハンドルとシートの間のやっぱこれがやっぱスポーツカーの感じがあるな。すいません、失礼させていただきます。うわ、いい音だ。キャイーン、グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。